えっと、級、英検12級のライティングの問題をやってみましょう。まあ、この質問に対して、理由を2つ言いながら、えー、賛成か反対か。それを書く問題ですね、これね。それで、これはね、確かね、何もでしたっけ。50から60。55から65くらいで書く問題ですね。 実際に出た問題とちょっと違うんですけど、同じものはちょっと多分調査機器に引っかかっちゃうんで使えないので、ちょっと私が考えました。じゃあ、これちょっと英語読んでいこうね。せーの。Do you think stores should be open 24 hours a day? お店は1日24時間休みなく、えー、オープンしているべきでしょうかっていう意味ですね。えー、っと、これね、うん、実際はオープンしているっていうといろいろ問題が起こるんですけど、 でも、イエスの方が答えやすいんで、イエスで答えましょう。そうですね。これ、このまま、最初、えー、これを、使っちゃいましょうかね。これコピーして、ここに、貼り付けましょう。あ、ちょっと待って。これは、これ貼り付けますか。はい。そうすると、ここは、愛を、do you think だから愛にしてね。 I think stores should be open 24 hours a day. で、これ60ものうちだいぶこれで稼げますからね。そして、うんと、まあ、大体こういう2つ理由があります。I have two reasons ですよね。Two reasons. で、最初、first。こうするでしょ。えー、っと、どうですかね。24時間、あ 2 4時間、えー、営業してれば、まず便利だからね。これはもうこの convenient ですけど、このスペルもちゃんと覚えてね。コンビニエント e これ、えー、使,える使えるよね、これ。あの、便利ですっていうのを使いますよね。だからこれはもういろんなとこ使えるから必ずこれ覚えておいて。必ず使うって思逆に思っちゃってもいいから。ファーストイットイーズにしよう。 イテ t ー s のこれ、一ン本当はもう少し違う言葉の方がいいんだけど、まあ、ちょっと許してくれるでしょう。<laughs> いいですコンビニエントで、これで、ここでまた、えー、っと、フォーエグザン p フォーエグザン a これ、例えばって意味ね。フォーエグザン p 例えば、そう、24時間空いていれば、えー、っと、うん、そうですね。働いてる人も仕事帰りに寄れますよね。 だから、働いてる人っていうのは、ワーカーって言いますね。もっと他の言い方の方がいいんでしょうけど、まあ、ワーカー。ワークに言いやるんですけど、ワーカーで働いてる人ね。ワーカーズね。一人じゃないから。ワーカーズ、キャン、バイ、えー、っと、えー、そうですね。簡単な言葉ないから、スイングザはちょっと難しいかな。ワーカーズ、キャン、バイ、 あこれね、バイでちょっと切っちゃ,切っちゃおうか。えっと、本当は、ちょっと限定されるかもしれない、文法的に。でも、まあ、ワーカーズキャンバイ、えっと、アットナイト。ね。アットナイト。よ夜にこれ塾がアットナイトね。ナイトスペルこれ。GH 入るからね。気をつけてね。アットナイト、えっと、アフター、アフタースクールって放課後って知ってるよね。 だから、アフターワーク。仕事の後に。これいいんじゃないですかね。仕事の後に寄れますから。まあ、大体いい、11時くらいまで空いていれば大体いい大丈夫なんですけどね。でもまあ、書いちゃいましょう。こういうふうにね。そうすると、まあまあ、説得力あるので。これまあ、一個にしましょうか。ここまででいくつ、何個になってるかちょっと数えてみようね。じゃあ、数字は英語で言いますよ。だから、数えてね。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ここ27ですね、ここでね。えー、っと、今いくつだっけこれ、えっと、何、な持ってましたっけ5 0 t y 満たせば、まあまあ OK ね。ちょっとくらい少なくても大丈夫ですから、えー。もう半分以上来ちゃってるってことねこれね。すごい。で、セカンドにしましょう、ここ。セカンド。 正解で、そしてカムを入れて。えっ、ー、とね、あ、さっきと小文字にしたもん。あ、小文字で大丈夫だね。正解二番目は何にしましょうまあ一個目はえっ、ー、ともちろん便利なんだよね。二番目は、えっ、ー、と、夜中に空いてれば、うんと、そうですね。夜中に空いてるといいことってなんでしょうね。あ、 えーっとね、えー、トイレ、コンビニなんか2時間4時間やってれば、夜中になんかトイレ借りることも、でもそんなことあんまりないか。そうか、夜中に空いてると、うーんと、便利なことしかないな。<laughs> あともう一つなんか、なんか、なんか考えられる何かありますちょっと考えてみて。 そしたらそれ書いてもいいんだけど、先生聞こえないからね、ここからじゃね。<laughs> そうですね。もう一つ何、何があるでしょう。えショップが開いてれば、まあ、どっかが開いてれば、なんか夜中でも怖くないよね。あ、そうそうそう。えー、そうですね。夜は怖くないにしましょうか。開いてればね。そうですね、うーんとね。さっきのナイト使いましょうか。ナイト。ナイト。 これもあんまり文,章文法的には良くないと思うんですけど、一番簡単な間違いないやつっていうか、Night is not scary. こういうふう、これあの実際は間違った文章なんですけど、まあでも、これで意味は通じます。ある程度点数くれると思います。Second night is not scary. えっと、本当はここ will be みたいにしなきゃいけないのに、is にしちゃっていいでしょう。will be 間違えるもんね。知らないもんね。使い方ね。n i g h t is not scary.scary scary, これ覚えておいてね。怖い。s-c-a-r-y.scary, 怖い。えっと、night is not scary. <laughs> えっと、あ、で、これね、for example じゃなくて because にしましょうよ。because これ覚えてね。be-c-a-u-s-e、e, これ because ね。なぜならばって意味ね。後ろからかくるからね、この because は。 because なぜならば、えっと、その、お店の光が、えっと、暗,暗くなくなるでしょう。お店の光がついてると。そ、so, う because, store, store ってスペルこれね、間違いない。こうあるからね、これね、これ見てね。この問題からいろいろ取れば、store, 間違ってるこれ、store's, えー、っと、あ、えー、っと、あ、s t o r e えっと、ああ、そうだな。えー、ほんは bright とかなんかつけるんですけど、store's lights。あ、there are にしましょうか。そうするともっと簡単になりますね。あの、there are も覚えておいてね。there are。これ何かがあるって意味です。there are many choices とか、there are many things とか、there are many people とか、たくさんあります。there are many lights. ここ GH 貼りますからね。There are many lights、えっと、at night.There、えっと、are many, many. これストアライツにしましょうか。ストアライツ。だからお店の光ね。There are many store lights at night. 夜に光があるからと。 いいいんじゃないでしょうかね 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. あ、これでまあまあいけるかな ?50 いけちゃうかなあと最後、締めだね。えっと、これら2つの理由のために。For, for these two reasons.Reasons. Reasons. I think これさっきのやつ、このままです。これもね、このまま映しちゃうと、きっとね、点数は良くないかもしれません。全然点数もらえなくても、でも、ここ何も嫌いいや言わないで切れ,切れちゃうよりは全然いいですからね。For these two reasons, I think stores should be open 24 hours a day. そうすると、さっきいくつでしたっけここからもう一回言いましょうか。 27, 28とか行きましょ 1,2,3,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40.41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54. 大丈夫だね。<laughs> OK です。これ 54. まででよし、じゃあ、これ間違った文章じゃん、これちょっと間違ってると思うけど、文章じゃないかどうかちょっと確かめてみよう。これ日本語に訳せばね。 えっとわかるんですねえっ、ー、とツールドキュメントの翻訳機能そしてここで日本語を選択でこれ日本語に全部直してもらうとちゃんとした日本語が出てくれば間違ってなかったってことですよね英語がねえー、さてとじゃあこれあのさっきの問題文も日本語に直してくれてるので読んでいきましょう123お店は24時間営業すべきだと思いますかでこれが答えね私店は ちょっと待って。これ、私とか間違って書いた何か。私店 I think t store should be open 24 hours a day. どうなのこれ大丈夫だと思うんだけど。私店は、うはここがおかしいよね。これ、役が間違ってますしね。私はが、ほら、我が抜けてるって言ってるもん。私は2四時間え、えっと、営業すべきだと思う。うん。 なんで私でさっきは入ってなかったんだろうね。まあいいや。じゃあ次行きましょう。理由は2つあります。まず、便利です。例えば、労働者は仕事が終わった夜に買い物をすることができます。お、いいんじゃないですか。次に、夜はお店の明かりがたくさんあるので、夜は怖く、怖くないです。ダブってるけどいいや、これね。ちょっと小学生っぽいけど。この2つの理由から私は店舗は24時間営業すべきだと考えています。素晴らしい。大丈夫です。じゃあ、英語も読みましょう。 Do you think stores should be open 24 hours a day? I think stores should be open 24 hours a day. I have two reasons. First, it is convenient. For example, workers can buy at night after work. Second, night is not scary because there are many store lights at night. For these two reasons, I think stores should be open 24 hours a day. はい。これで完璧です。